野井さんです。次の図は、硫酸を少量加えて酸性にした、マンガン酸カリウム水溶液に、十分な量の過酸化水素水溶液を加えて反応させた時の様子を表したものである。マンガン酸カリウムの働きと色の変化の組み合わせとして正しいものを選びなさいということです。で、この反応の化学反応式も与えられています。で、この問題に関しては、酸化還元反応という分野になるので、この動画だけで、 まあわかるように説明するのは難しいかなというところはありますね。もう、うん、一から説明するわけにもいきませんからね。えー、でもまあこれからこの酸化還元反応とかを勉強する方にも、こういうことを勉強するんだって、そういう参考になるような解説にしていきたいと思います。えー、まずこのマンガン酸カリウム、これのことですが、の働きとありますが、注目するのはこの中心のマンガン原子がどのように働いたか。 でそのためには、酸化数というものを調べなければいけません。ね酸化数から分かんないかもしれないもんね。酸化数の問題は次は問い読んでやるんで、またこっち先に見た方がいいかなという気もしますね。酸、え、化、ー、数は考えるのは、H がプラス1。これが第一優先。で次は O がマイナス2。これを考えます。で、ここで考えると、H じゃないけど、O があって、マイナス2が4個あるから、ここでマイナス8です。 で次に考えるのは周期表に出てくるような周期表の20番目に出てまでで出てくるもので、えー、かなり焼いちゃったからもう一回書きますね。ーーあ自分も書くんだよ。 周期うのは本当に使うもんなんだよここはちょっと大事なところに外いちゃったからこう書いて周期表のこちらから順番にプラス1プラス2プラス3ですでカリウムだからプラス1ですカリウムがプラス1でこれで、ね、分子あ、えー、とこの化学式全体で0が0になってる状態が安定で えー、ゼロになるように合わせてマンガンの参加数は変わります。で、これマイナス8とプラス1でマイナス7だよね。ってことは、このマンガンはプラス7だと、プラス7ってことがわかります。この形だったら、これカンガンサカリブですが、この形だとこのマンガンはプラス7という参加数を持っています。で、こちら右辺に行って、マンガンはまたここにありますね。えー、で、H はないので O から考えて、ここでマイナス8。 で、S ですが、えー、こっちがね、こっからプラス1、プラス2、プラス3としたら、これ最後の、これ気ガスは0だけど、こちらはマイナス1、マイナス2、マイナス3って考えていきます。ただこれマイナス2にしたらちょっと大きくなりすぎて変だよね。そういう場合にこっちからね、プラス4、プラス5、プラス6になって、この S はプラス6って考えます。プラス6と考えると、 えこれマイナス8とプラス6合わせてマイナス2だからこのマンガンの持ってる酸化数はプラス2になります。あでね、あのー、金属原子はプラス2が安定。だからプラス7からプラス2になったって考えてもいいです。この周期法のない、周期法にないものの中で AG だけが例外的にプラス1で他の金属は全て プラス2が安定と考えていいです。これも満願が,が,が,がプラス2が安定なので、プラス7からプラス2になった。あ、すべてっていうと語弊があるなあ。基本はプラス2が安定って考えていいです。でこの実験でも満願が,がプラス7ってちょっと不安定な状態からプラス2という安定した状態になり,たかったなりたかったって考えればいいです。えー、で、ここで酸化還元の反になりますが、酸化というのは、酸化数が アップで還元というのは酸化数がダウンする反応でこれプラス7からプラス2になってるのでマンガン自体はマンガンというかこのカーマンガン酸カリウム自体は自分は還元されたということになりますよねで還元されたってことは 何か相手を還元されたってことは、第何かを参加したということになります。自分自身が参加されたってことは、その分何かを参加したってことになる。で何かを参加するものが参加剤です。ということで、この上の3つに絞られます。で、何が参加したか、色の前にそれを確認しておきましょうね。えー、っとね、ここの、ね、HO2O2 っていうのはかなり不安定な形だね。で、H の方が優先なんで、この H は、 えー、h はプラス1が渡って、ここでプラス2分。で、これ全体でマイナス2分になるってことは、o は、o いく自体はマイナス1っていう、ちょっと不安定な状態になってるってこと。で、このマイナス1のものが、マイナス1のものが、マイナス1のものが、こっちでいいのかな あ一部参加して一部還元ってことになるのかな、うん、この O2 単体は0とみなすから0なんでマイナス1から0になってるんで、えー、っと参加してますよね。この H2O2、H2O2、H2O2、この過、うん、酸化水素が酸化されたということです。過酸化カーマンガ酸カリウムが酸化剤として働いてこの 酸化水素を酸化したってことで酸化剤です。で、あと色の変化ですが、これも一瞬だけで見せますが、カーマンガ酸カリムは、このような特徴的な赤紫色っていうかな、そういう色になってます。で、それがプラス7、プラス7の電気を、酸化素を持っているとこの色ですが、プラス2になると色が消えます。えですから赤紫色からほぼ無色ということで、丸一が正解ということになります。